はい、おはようございます。やってまいりましたか。はい、おはようございます。はい、今日のワンコンティニュー。はい、本日のゲームはこちら、ダブルドラゴンテクノスジャパンというゲームですね。はい、まあ、どんなゲームかな ?RPG かな、シューティングかな、まあ、ベルトスクロールアクションのおなじみのゲームですね。はい、というわけでやっていきましょう。今日のワンコンティニュー、1回ゲームオーバーするまでにどんな感じのゲームですよというのを紹介したり体験したりする形でやっております。よろしくお願いします。はい、というわけで7月になったかな、というわけで7月もよろしくお願いします。やりましょう、やっていきましょう1988年、まあ異色ですよね。もともとはアーケードなのかなからの、ファミコン版があっての、そう、この曲まあ覚えてないからもう、あ、そんな感じか。まあやっぱ国よくダウンタウン熱血物語で聞くダブルドラゴンが一番かっこいいけど、まあいいや。これがおなじみのやつですね。モード A、B、何が違うんだろうか。あ、A が1プレイヤー、2が、モード B が2プレイヤーか。普通のことか。まあ、通信ケーブルでね、同時プレイができるんでしょうけどね。ちょっと待ってよ。A がパンチ。A がパンチ、B がキック。で、前を向いてても勝手に後ろに肘打ちしてくれるね、これ。AB 同時押して、このジャンプキックができる。ちゃんとバットを振るときに頭を狙わないっていうところで優しさがあるよね。胴体を狙う。そこに優しさがあろうとも、女子供を問えて歯向かう奴らには容赦しない。それがダブルドラゴン。横2回押してもダッシュとかはないです。こうやってどうだったっけ、これって先に進むごとにアクションが増えていくタイプのやつだったっけ。そこまでないんだったっけ。この動きのパターンが増えていくやつとかあるよね。一旦、うわー、ドラム缶。はい、熱い。ミスったな。今のは当ててなかったからか。これ敵に当てたらなくなるのかな。あ、まだあるね。丈夫なドラム缶。えい。あ、なくなった。チェックポイントまで生きてるタイプのやつかな。このチャイナフ、この、まあ、女の人っぽいこの見た目のキャラクター。まあ、女の人なんだろうなとも思うけど、ガタイは、他の男の人のキャラクターとパッと見変わんないから。闘神というか、もしかすると女装をしてる人かもしれない。 TJV TJC。 AB AB ってやっても普通にコンボがつながる。熱い。ダンボール箱、空箱じゃないのかな。熱い。おー、ちょっとはめ技良くないぞ。ちょ角ではめられている。うな野郎、調子乗ってやがる。やばい、ちょ、この猫背男ども。サーバー、ふう。おお、顔でかい、丸い。とう、危な。とう、やばい、危ない。
何それ何それ、やられちゃった。これチクチクやっていくか。これでちょ吸い込まれる。ちょ、なんでなんで、ちょ、相手の方が軸合わせをしてくる。不思議な世界観。よしよし、ふう、手こずらせやがって。こいつは近づかさせない方がいいかもしれない。ね、こういう足場ステージで落とされる、うっかり落ちてしまう、そんな教科書通りのボケというか、うっかりは、ま、やば大丈夫、よしよし、ちゃんと良心があった。こいつらに良心があってよかった。あ、ベルトコンベアが動き出した。そこ危ないんじゃない。ちょ危ない。どっち、そっち、うわ、え、そっち、あ、そっちか。とー、あ、バカ。なんで真上にジャンプした今。ジャンプキック入力ミス死に。まさかの奴らにジャンプキックで脅されるとはね。やられました。はい、というわけで今日はここまでですね。コンティニューとかないところがもうストロングですよね。あんのかな、裏技的なのでコンティニューの画面とかなんかあんのかな。いやー、素敵な BGM だ。というわけで、7月に入りました今日のワンコンティニュー、今月もよろしくお願いします。ありがとうございました。さよなら。みんなもジャンプキックで落とされないように気をつけるんだ。なんで柵内なの、工場。